衆議院の3つの補欠選挙が告示されました。自民党の派閥の裏金事件が発覚した後、初となる国政選挙です。東京15区は去年4月の江東区長選挙をめぐり、公職選挙法違反で有罪となった柿沢前法務副大臣の議員辞職に伴って行われます。今の時点で9人が立候補しています。 島根1区は細田前衆院議長の死去に伴う補欠選挙です。島根県は保守王国として知られ、今回の補欠選挙では唯一与野党が激突する選挙区となる見通しです。長崎3区は派閥の裏金事件で立憲された谷川八一氏が衆院議員を辞職したため行われます。補欠選挙は28日投開票です。